ヒットネット TV をご覧の皆さんこんにちははい市役所ですの時間です今回もよろしくお願いいたしますさて日々ニュースで取り上げられています新型コロナウイルス日本国内だけではなく世界中で猛威を振るっていますそこで今回から3回シリーズでシリーズ新型コロナウイルスとどう向き合うかと題しましてお送りしていきますそれでは今回のゲストご紹介します 高山市国民健康保険朝日診療所と高根診療所の所長で医師の川尻弘明先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生にはですね、高山の各診療所で診察されるだけではなく、日田地域の治療、日田地域の医療を守り、また私たち市民の皆さんの命を守るために、日田保健所や各地域の中心となる医療機関等との 連絡調整を行っていただいています。はい、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ではまずはじめに私の方から3回シリーズでお送りしていきます概要についてご紹介をしていきたいと思います。えー、まずはじめに第1回目ということで今回なんですが高山の医療体制の現状そしてもし被ら地域で感染者が発生したらとあと2番目としまして医療崩壊とは市民の皆さんが注意すること今できることについてご紹介をします。 そして、第2回目なんですけども感染したと思ったらということでご自身ご家族やが感染した場合にどう受け止めるのかまたはどう対応していくのかについてお送りしていきます。そして最終回の第3回では感染者を治療する医師や医療従事者の思いまたは感染した方やその家族へ配慮すべきことについてご紹介をしてまいります。 初めに先生にお伺いしたいのは、はい、この3回シリーズを通して、はい、視聴者の皆さんにどのようなことをお伝えしたいでしょうか。そうですよねあの、まあ、残念ながら、はい、新型コロナウイルス感染というのは全世界でもう広がっている形ですよね、はいで。基本的には感染症っていうのは、まあ、かからないってことがもちろん重要なんですけども、はい、まあどういうふうに注意をしてしてもかかってしまうということはあると思いますので、はい、まそういうこともあの皆さん方に知っていただきながら、まあ、今回のこの3回のシリーズで 医師として皆さん方にどういうふうに向き合っていただくかと。 そういう,ようなことをちょっとお伝えできればなというふうに思っております。はい、ぜひ三回シリーズを通して視聴者の皆さんにご覧いただきたいですよね。そうですね。は三、い、回しっかり見ていただければと思います。<laughs> はい、よろしくお願いします。では早速今回の第一回目に入っていきたいと思うんですが、はいはいえ、高山の医療体制の現状について教えてください。そうですね。あの皆さんご存知だと思うんですけども、まあこの日田地域、まあ高山そうですけども、まあ、決して通常からですね、はい、医療体制が十分だということではないですね。まあ都会と比べれば あの診療科によってはいろいろと厳しいところもあると思うんですけどもただあのこの新型コロナウイルスに関してはあのまあ4月当初からですねあの県の保健所さんとかまあ県庁もそうですし我々まあ市役所も含めてあと地元の医療機関といろいろと協議を重ねてあのまあこの新型コロナウイルス感染者がもし仮に発生したとしてもですねまあ軽い方から重症の方まで。 まあこの地域でしっかりと治療が受けられるような体制というのをな何とか整備をして今、そういう形で形も構築できてきたかなというところですのでまあそのことについてお知らせできればなといいう,うに思いますなるほど、はい、軽症の方から重症の方まで飛騨地域で対応できる仕組み作りができているということなんですよね。そうです はい、で視聴者の皆さん、まあ、市民の皆さんも含めて、一番心配なことっていうと、やはりその感,感染した方が確認されて、また拡大していく際に、高山の医療体制は本当に大丈夫なのかということがあるかと思います、はい、そちらについて教えてください、はい、あの先ほどお話ししましたように、いろいろ協議を重ねてきて、まあ、このような形で、まあ、フリップにまとめてきたんですけれども、あはい、まあ医療体制について確保ができるようになっています。はい あのまあ、ここに新型コロナウイルス感染症が発生した場合に備えてということで3つ書いてあるんですけども、はい、1>, 1つは、まあ、やはり医療機関、ね、まあ入院すすするる場所を確保するってことこですね新型コロナウイルス感染症の方を受け入れる病院とあともう1つですね今回のこのコロナウイルスで皆さん方報道でご存知かと思うんですけども一定の期間の入院治療を経た方が、まあ、自宅に戻るまで退院できるまでの期間、まあ、ホテルとか まあそういうところなんですけども、広報支援施設ということの確保を今、しっかりと計画をしています。はい、これが一点目です。はい、でもう一つは、二点目としては、医療機関の役割分担ですね。一、はい、つの医療機関に全ての患者さんが集中してしまうと、その医療機関は非常に大変なことになってしまう。はい、それから、重症の患者さんを治療する病院というのは、まあ、患者さんの数が多くなくても、非常に負担がかかるので。はい 重症患者さんを治療する病院とあと軽症の方を治療する病院というふうな形で役割の分担を明確化してそれぞれの病院に負担がかかりにくいような形をするうもう一つはですねやはりこの地域は医療の人材っていうのが不足しているので、うん、各医療機関が、まあ、その医療機関だけでお医者さんとか看護婦さんが働くのではなくてですねお互いに応援できる協力できる体制を構築すると。この3点 をまあすでにまあ協議をして役割分担を決めているというふうな形になります。はい、なるほど。はい、万が一に備えてこういったように複合的に検討がされているんですね。では先生あの実際にその感染者がまあ確認された場合なんですけれどもどのようなまあ流れでその治療というのは行われていくんですかね。そうですね。あのそれもこちらの方にちょっとフリップを用意したんですけども、はい、もしあの日田地域で感染者が発生したら、えー。 ま,あまずですねあの症状の程度先ほどお話しした重症度って我々言ってるんですけども、まあ、軽い方であろうが、まあ、重い方であろうがまずは病院に入院をしていただきます。あの他の地域ではですね、まあ、東京とかではですね、まあ、入院期間がなかなか医療機関がベッドが少ないということもあってそれであの軽症の方は一旦ホテルとかに入っていただくこともあるんですけども飛騨、まあ、地域ではまず病院に入院をしていただくという形になると思います。 で今度はその方の症状によって入院する医療機関を分ける先ほどお話ししたように軽症の方を見る病院それから重症の方を見ていただく病院というのがあの分かれているのでまあ、そういうふうな形でそれぞれの症状に合った適切な治療対応をしていただける医療機関に入院をしていただくことになりますで、こうすることの意味は重症の方にできる限り集中的な治療をしていきたいと でそうすることで救える命を必ず救うというのが今の考え方です。はい、であとは、まあ、入院をされて症状が警戒悪化せずに重症化しなかった方は、まあ、先ほどお話ししたような後方支援施設というところに移動していただくということですねまあホテル宿泊施設みたいなところでただあのこ,れここはホテル宿泊施設って言っていますけども<ー>まあ看護師さんが常にいてくれたりとかあとお医者さんが何かあった時に対応する。で 症状が悪くなればまた病院の方に行けるとという,ふうな体制をしっかりと整えます安心ですよねそうで,すねでこういうふうな形の中で、まあ、最終的に、はい、あのよく皆さん方もご存知だと思うんですけど PCR 検査っていうのがあるんですがこの検査で2回連続でウイルスがいないよということが分かったらこれで自宅に戻れるというふうな形になっています。は,<ー>はい このような過程を踏んでいくわけなんですね。そうですね。<ー>こういう形であのしっかりと治療させていただいてまあお家に帰っていただくという形になります。はい。わかりました。ありがとうございます。では先生、続いて今回の丸二の方に入っていきたいと思うんですけど、まあ医療崩壊よくニュースで聞く言葉なんですが、そもそもどういった意味なのか教えてください。あの医療崩壊っていうのは、うん、まあ本 簡単に言うとですね、えっと、本当に医療が必要な方が医療が受けられないような状況になってしまう、まあ、医療体制があのそういう形になってせっしっかりと救える命が救えなくなってしまうというふうなのが医療崩壊といいう,うに言われています、まあ、世界の中でもまあいろんな国でですね患者さんがたくさん増えることによってそれに応ずるような体制がやっぱりできていなくってでお医者さんや看護師さんも疲れてしまって。 でせっかく救える命が救えないというふうになるこれが医療崩壊という形ですね救える命は救えないというのはとても怖いことだなと思うんですけども <laughs> で,、ねはい、ではなぜその医療崩壊というのは起こるででしょうかそうかそすねこれもリップに作ってきたんですけども今回この新型コロナウイルス感染症の患者さんが増えてきたということで、はい、まあ医療崩壊というのが起こる可能性があるということなんですけども。 あのまず入院可能な病院の病床が埋まってしまって患者の受け入れができなくなってしまう、はい、まあこれによって結局医療が崩壊するということですねあと新型コロナウイルスの患者さんに対応する医師や医療従事者が足りなくなっちゃう、はい、まあ患者さんが多くなると足りなくなってしまうので本来医療を受ける人が医療が受けられなくなっちゃうでこの新型コロナウイルスの感染症の患者さんが増えるということは、はい、まあ今言ったようなことが起こるので。 通常ははですね、はい、我々は他の病気例えば心臓の病気であったりとか、うん、脳の病気であったりとかって一般の病気に対しての対応もしてるんですけども、はい、こちらのコロナウイルスのことに労力が取られることで、はい、それを一般の病気への対応ができなくなってしますそう。うことですかはい、うん、っていうふうなことで、まあ、医療崩壊が起きてくる、うんうん、それとですね、はい、今回ののことで非常に重要なのは、はい 医療従事者つまり我々が新型コロナウイルスに感染をしてしまって、はい、でそうすることによって仕事ができなくなってしまう、うん、そうすると余計にその余分にですね人材が不足するというようなことが起こるう、ね、まあこういうようなことで医療崩壊が起ここってくるってことですねうあとあのこれすごく重要なことなんですけども。はい 私たち医療従事者っていうのは確かにその知識を持ってえっとしっかりと感染防御をしながら仕事をしているんですけども今現場ではこの医療に必要な医療資材っていうんですけども例えばマスクとかですねガウンとかそれから消毒液あとその医療機器ですよね例えば呼吸器とかですね人工呼吸器とかありますよねそういうものがまあ不足をしてきていてそれによって物が足りないことでさらに適切な医療が受けられない。 まあこういうことが重なると医療崩壊が起きてしまうということになります。なるほど、どのケースもとても恐ろしいことだなと思いますし、そうですね、はい、この医療崩壊というのは絶対にあってはな、はい、ダメだなということはよく絶対起こしちゃいけない、ね。はい、よくわかりました。では、あのそこでその医療崩壊を防ぐために、はいえー、私たちができることであったり対策について教えていただけますか。はい、あのこれもフリップの方にちょっとまとめてきたんですけど、はい、あの。 医療崩壊を防ぐのはもう絶対的に、はい、あの医療崩壊を起こしてはいけないのでやらなければいけないこと。はい、でじゃあこれはその例えば医療者側だけが努力をすればいいのかということだと、はい、そうではなくてですね、はい、まずあの皆さん方のご協力で感染者の数をできるる限り少なく抑えることるほ先ほどお話ししたように患者さんが一度に多くなると、はい、まあすぐにやっぱり医療がパンクしてしまう、はい、医療崩壊になってしまうので。 できる限り少なく抑えることで一度に多くの感染者を発生しないさせないこと、はい、で一度に多くの患者さんが発生させなければ、はい、重症患者さんが多くなることもないので、はい、まあそれがひいては重症患者さんを発生させないということにつながるかと思います、はい、これが対策の一ですね二、はい、番目があの、まあ、日田地域特にそうなんですけども、はい、医療機関がお互いに協力し合って、はい、それぞれの役割をしっかりと果たすことで、えー このコロナウイルスの感染症に対する治療と、はい、それから通常の診療ですよねああ通常の診療も維持できるというのが必要です、はい、で、あとは我々医療従事者がまあ、ある意味では最前線で働くことになるので、うん、その方が感染をしないようにすること、はい、これがまあ、この3点が対策としては重要かなというふうに考えていますそして私たち注意すること今できることとはそうですね、はい あのこれ皆さん方にお願いをしたいことになるんですけども、はい、あのこの対策の1に関連することですけどもあのまずは、えっと、今まで一生懸命やっていただいている、はい、あの非常に大変な中で皆さん方やっていただいていると思うんですけども、まあ、感染予防対策感染拡大防止対策に皆さん方ご協力をいただいてでこれを少し継続していただくということが重要だと思います。はい、それと あの日々の健康ですよね、まあ、今自粛ということでお家にこもってらっしゃる方とかいると思うんですけども、まあ、それは続けていただきたいんですが、まあ、そういう中でその無理をしないで規則正しい生活をあの維持していただくことしっかりとお食事をとって睡眠をとってそれから持病のある方もともとご病気のある方はその管理をかかりつけの先生とご相談をしながら、まあ、しっかりとして治療を継続していただく。 普段通りの生活をできる限り維持していただくというのが、まず重要かとで3番目がですね。はい、まあ、いろんな情報が、ね、今流されています。はい、あの必要な情報も,もちろんありますし、あの情報はしっかりと取っていただきたいんですけども、も、はい、まあ、残念ながらまあ、不確かな。情報みたいなものであったり、はい、ちょっと言葉は悪いですけど、デマみたいなものもありますので、はい、あまりそういう情報に左右されることなくですね。はい、正しい情報。 を入れていただいて、まあ、心配しすぎず冷静な対応を取っていただきたいなと、はい、こうすることが、まあ、医療崩壊を防ぐことにつながっていくというふうに考えていますわかりました先生ありがとうございます視聴者の皆さんいかがでしたでしょうか医療崩壊とても怖いことだということがよくわかったかと思いますですので今ほど先生からお話がありましたことについてですね市民の皆さん一人一人がぜひ実践していただきたいと思います では先生番組も終盤に差し掛かってまいりましたので、はい、視聴者の皆さんに向けてメッセージをお願いします。シリーズ3回ということで、まあ、第1回目なんですけども今日お話しさせていただいたのは主に医療体制であったりとか、まあ、医療をどうやって守るかということでのお話でした。あの医療崩壊を絶対に起こさせせてはいけませんでそのために皆さん方にもご協力をいただきながら我々医療者であったりとか市の行政も含めてですね この日田地域の医療体制をしっかりと構築して準備をしておりますのでぜひご安心いただきながらご協力をお願いしたいと思います以上です、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、えー、今回はですね、えー、シリーズ新型コロナウイルスとどう向き合うかの第1回目ということで、えー、高山の医療体制の現状であったり、えー、医療崩壊についてお届けをしてまいりました、えー、3回シリーズぜひご覧くださいそれでは今回の番組ここまでになります